まだまだ家で過ごす時間が多く運動不足になりがちですが、家族で楽しく運動プログラムをやっていきましょう。まずは上半身の運動です。両手は胸の前でクロスして上に伸ばします。足を肩幅に開いて両手を左右に大きく振ります。手は軽く握って背筋を伸ばし、肩の付け根から大きく手を動かします。次は下半身の運動です。片足ジャンプをしましょう。できないときは左右片足立つだけでも OK です。両手は肘を引きましょう。グラグラしないようにしっかり前を見て下腹部に力を入れ、手は引く方を意識すると二の腕、背中に効果的です。次は体幹を鍛える運動です。手は下から潜って L 字にし、閉じたり開いたりを繰り返します。足は肩幅より広めに開き、両手は等間隔で L 字のままキープし、体を左右にねじります。体をねじるときは下半身が動かないように注意し、腰が反らないように少し背を丸めてお腹を意識して体をねじります。最後はストレッチです。右手もぐるぐる回して体側を伸ばし、同様に反対も行います。最後は右足からウォーク。肘を曲げたり伸ばしたりし、下からだんだん上へ上げていきましょう。ラストは音楽とともに気持ちを盛り上げて元気よく踊りましょう。家でも楽しくやれるプログラムです。ぜひ家族と一緒にやってみてください。